防衛省がついに1・2式地対艦誘導弾の延伸技術を1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしたよ。脅威にいち早く対応しようという姿勢はいい心がけだな。今回は、この和製トマホークとも言われる1・2式地対艦誘導弾階について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。1・2式地対艦ミサイルは射程なんと200キロで、それを三菱重工が改良を重ねようやく1500キロへと延伸技術を確立しているんだ。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1・2式地対艦誘導弾等の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。オリジナルの1・2式地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないんだ。この1・2式地対艦誘導弾らは、装輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射塔を搭載する形式の兵器であり、その仕様は地発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているぜ。現状の1・2式地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているな。このようにオリジナルの12式地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるぜ。これに対し改良型である12式地対艦誘導弾などの能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないんだ。さらに1・2式地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるよ。これによって1・2式地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうね。今回1・2式地対艦誘導弾等の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったんだ。これは1・2式地対艦誘導弾等の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だな。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判ってわけだ。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないぜ。1・2式地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているんだ。
トマホーク巡航ミサイルはアメリカの原レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているよ。したがってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたってわけ。こうした状況を受けて2004年頃には、日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で、取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況だね。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対象を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるぜ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているな。これは今から見ればわずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているらしい。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないんだけど、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうね。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるよ。現在、日本が12式地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているんだ。いわゆる安保関連の3文書は、上位の藻から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するよ。国家安全保障戦略ではこれら人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているみたい。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないな。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だぜ。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるよね。惜しくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうな。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。